会は昨年に引き続き三好金彩スタジアムで行われました電光石火の主催イベント電光石火暨争奪中学生野球大会の様子をお伝えします。昼食には参加した中学生の皆さんに電光石火のお好み焼きが振る舞われ、満面の笑顔が溢れていました。お好み焼きめっちゃ美味しいです。おいしい。竹永社長は決勝戦前の始球式に登場するという大役を任せられ、今日の日のために練習を積み重ねてきました。できます。よし。どうですか、緊張します？全然目指せ100キロ。100キロ出るでしょ。あの怪我だけ専用にね。そうですね、あの明日の仕事に影響しそうなんで空気読めんぐらいの高速球をぶち込んでやります。言うな。楽しみですね。お願いします。お願いします。あいつ忘れたんかね。全然いいけど、大丈夫なんかね、してくれって言われてきたね。で、決勝の、そうそうそう。まあでも、もう止めるわけにいかないから。もう無理ですよね。無理です。それは全然いいけど、多分指示が言ってなかったですよ。あ、そうなんだ。俺、めっちゃ張り切ってグローブも流れてきて俺、東京からさ、はい、新幹線乗って帰ってきて、はい、車で1時間半、はい、三好市まで来て、はい、決勝で始球式してくれって言われて、はい、張り切ってグローブ持ってきて、はい、あの、ぶち込んでありますわとか言っといて空気読めんぐらいの高速球をぶち込んでありますあの、アナウンスされず続行押したらいいんかな。始まりそうだなと思って下降りてちょっと待って、いいいいいいこれは電光石火チャンネルのなんかいい、大丈夫これはこれでこっちになるっすよね。いや、あの、理解式やろ。いやいや、逆に嫌だ。逆に嫌だ、それ。過去ないよ。いやいやいや、忘れとったっていうの。忘れてた。忘れられとった。申し訳ございません。電光石火って入ったグローブ持って今日始球式だったこの1球のために俺は6時間半かけてきたんですよその1球すら呼ばれずすごいいい流れじゃないですか。土曜日に16チーム揃っとって、はい、そのね、皆さんがお好み焼き注文してくれて、うちで、はい、うん、がっつり焼いてね、食べてもらって、はい、で、決勝に来てくれと決勝の前に1球投げてくれと、あ、言われたんですよね、本当に言われたんですよね。お願いされたんですよ。いや、今日はって言おったんですけど、はい、どうしても今日中に戻らなきゃいけんのね、東京に。ハードスケジュールじゃないですか今日帰るんですね。そうなんですよ、はい。だけね、いやーって酔ったんですけどね、はい、ね、なんとか1球投げてくれと、うん、頼まれたんで、はい、じゃあ行こうかと。なんだろう、しかもこれ着てきてくれって言われたんですよそれこれスーツとかねんかね、俺って言ったら、いや、あの時のこのね、電光石火って入ってるし、うん、俺のキャラクターも入ってるね、はい、これを着て投げてくれと。はいはいはい、まあ、そこまで言うなら、じゃあ分かった、行くよ、俺が投げるよその1球をって魂込めて。でね、スピードガン表示されるねとかやりとりをねしよったんですよね目指せ何キロだのいいっすね、でもね。
これはね、ポジティブに考えるしかないんだよね。絵的に成立したなっていうことで、はい、しかないんじゃないですか。だってあのね、その辺歩きよってもう俺あって言われるんですよ、もう今。そうですね、さっきもね、あ、電光石火社長だって、今回ありがとうございましたって、ね、皆さんから、いやいやとんでもないですってみんなが喜ぶならね、うん、全然このままいいんですけどね。まあいいですけどね、このね天気のいい日に外におるっていうのも。まあそうですね、なんかこう なんでしょう、こうちょっとした息抜きじゃないですけど、そうそうそう、まあ悪い方に考えてもきりないんで、はい、もう無理やりでもポジティブに考えるしかないですよ。無理やりなんだ。はい、まあしょうがないですね、はい、まあ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 、でもねこれ毎年やる予定なんで、いやいや、でも今日の態度次第では来年があるかどうか。あのまあでもさっきちょっとあの土下座してましたから。まあそうですね。土下座してましたから。まああくまでされればね。はいはい。これも第2回なんで、うん、毎年こうやってやっていってね、これ何年もやっときゃさ、はい、この中からねプロ野球選手になったりとかもあり得ると思うんで。あ、本当ですよね、うん、何年後かには。はい、あとはねこれを見とる選手の皆さんたち、あの高校大学と上がっていくでしょうけど、スタッフ募集しておりますんで。そこっすね。そうそう、本当にこれに出たやつが今店長になったりしとんで。ああ、そうか、すごいな。はいはい、いいでしょ、そういうのね。いいですね、うん、はい、ぜひぜひ我が社へ。代表取締役の竹永篤様です。